人逃したら残りはお前だけだ。覚悟しろ。覚悟しろって調子乗っちゃってるし、でもそうね、開けちゃったね。魔王軍とかもういいや。帰ろ。そうだ、これあんたにあげる。もういらないし。要はアルミホイルかけます。アルミホイルいらねえ。あ、嬉しそうだし、知らんじゃないよ。嬉しくないよ。むしろいらないよ、こんなの。いらないよって。いるときに買うよ。それに、かさばるしさ。あ、そう。じゃあ、これあげる。いや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 、なんだよ。ナンバー27、ゴムプレゼント。だから、チャラミじゃないって。いらないって。まんだらけにでも持ってきよ。超わがままだし、わがまま言うな、こら。じゃあ何が欲しいわけ？何もいらない。こう見えて満たされてる。愛されてるんだよ、俺は。あ、俺じゃん、僕か。何もいらないって。嘘ついてるし、何が欲しいの？私？お前が一番いらないぜ。有名なリアで、いえいえ、待て待て。だから、いらないって。ジョークだし、本気にしてるし。バカじゃないの。あー、イライラする。戻ってるし、キモいし、もういいよ。私、あの人と気が合いそう。やばい。勘弁してくれ。勘弁してくれって。もうやめて。僕のナイフはゼロよ。とにかく、これで第一関門突破だな。中に入るぞ。中に入るぞって。もういいよ、お前。さーっと、あ、しまった。あ、売ることが6だった。じゃあちょっと、一旦出ま、あ、出られた。あ、そっか、売ること、あ、売ることじゃない。また間違えたし、もう、オルレアンがいましたから大丈夫でしたね。あ、そうなのに、これで。で、逃げるってのもどうかと思うけど。じゃあ、山岳遺跡から入って、回復しましょう。回復のようだ。じゃあ、出ましょうか。はい、失礼。さて。じゃあ、バノフ城。とりあえず、オルレアンがいるんですけど。さっき貴様のアイテム実とか、法王家をいくつか減らしておいたぞ。まあ、嘘だ。嘘でよかったな。ここで今日は何の用だ。知恵袋。あ、待ってて、先にこっちで回復しろよかったんだ。バカした。敵正体、トラップエネミー、怒らせリスク。じゃあ、一個ずつ見ていきましょう、敵正体。敵の中に目が引く。今の運なんだよね。なんか効果音だと思ってたし、気のせいでしたね。はい。敵の中には非常に統率の取れた連中がいる。連中がいる。うるせえな、赤。ごめん、元ネタわかんねえや。隊長が指示を出すと部下がそれぞれのポジションに移動して恐ろしく連携を取って攻撃を仕掛けてくる。かなり手強いな、これは。しかし隊長がやられば部下の統率は失われ、部下が全滅すれば、隊長がやられれば部下の統率は失われ、部下が全滅すれば隊長は何もできなくなる。隊長と部下どちらに的を絞るのが、勝利への近道というわけだ。おう。隊長と部下。マガジンと3で。さあ、あなたはどっち？ちなみに我が輩は生粋のチャンピオン派なので、どっちでもいいです。はいはい。トラップエネミー。ブンブブンブン、因数分化。いえ、なんでもないです。トラップエネミーは非常に厄介な手合いだ。っていうか、うざい。貴様は我が輩の口調はうざいと思っているだろう。40% うざいと思う。それの1億万倍はうざいんですけど、確かに。まあ、そんな厄介な連中であるが、ちょっとした工夫で弱みをつけば面白いほど簡単に対処することができるぞ。面白いぞ。チャンピオンより面白い。あ、そう。怒らされリスト。貴様、そう、貴様だ。連続攻撃みたいな面しやがって。
伝説の勇者を下せる48の方向が順調に集まっているようだな。我が輩がチャンピオンを買いに行っている間に抜けのない奴だ。まあ、これ抜けのないよね。やってるつもりですけどね。48の方法は一定数体験するごとに隠し要素が体験されていくというステッキシステム。隠し要素。隠し要素あんのかな？なんか今まで見たような覚えがないんだけど。何が出るかな？何が出るかな？何が出るかはお楽しみ。ちなみにこれまでのイライラ体験はメニューコマンドのコラサイリストでチェックできるぞ。思い出してもっとムカつけ。なるほど。そっか。先ってでもある。まあ、でもなぁ。あ。おい、まず渡ろう。あ、おいまず渡ろう。わかんねえ。幼虫ケースの名前の記入で読むな。何？覚悟は決まったか？ああ、サーブ村で誓っただろう。この気持ちに揺らぎはない。私も。よし、乗り込むぞ。魔法バーの人の城へ。ああ、なるほどね。じゃあ、ユー向かう感じなんですよ。いや、時間半端だなぁ。もっとおまけってどうやって体験できるんだろう。体験できる方法が全然わかんないんですけどね。裏の女の子がフテシフに行ったっきり帰ってこないとは大変なことになったの。確かいなくなったのは。ここでおじいさん。お散歩終わりにして、そろそろ帰って、ゼットガンダム見ましょうかね。あのな。そうじゃ、デコアちゃん。いや、違うって。確か、デコアちゃんがいなくなったんじゃ。いや。やべ。違うって言ってんのが名前忘れてんだけど。セイラーですね。全然違うし。しかも、デコアちゃんを迎えに行ったのに、ことことく行方をくらましそうじゃな。心配じゃの。今日はカプリコンが大気圏で燃え尽きる回ですよ、おじいさん。ごめん、あのネタわかんないんです。そうじゃ、もっと離れていれば歌えなかったんじゃ。だから会話噛み合ってね、普通に。これも同じだよね。これもどこに変わらないか。おまけってどうなんだろう。そこが謎でしょうがないんですけどね。うちの大平原はおまけだから、おまけというか EX パッチのあれですか、関係ないと思うんですよね。違うね。どうやっておまけって入るのか、そこがいまいちわかんないんですよ。歩き屋とか。もう同じだしね。おまけ。バーノフ城ってここが確か遥か北東に行ったところあるんだよね。しかばしなくてよかった。ただでさえ物騒なのに忘れそうだけどさ。おまけ。おまけって本当にどうなんのかな？うちわかんないんですけど。そうだ、なんか売ろうと思ってたんだっけ。これやめて、僕のところもできるんだね。歩き屋城かな？違う、歩き屋城じゃない、歩き路城か。これもじゃないし。魔王の右腕、誰だっけ？魔王の右腕がチェザレ、パワーバカがガレアツオ、マットなマジシャンが、レッチェンだっけな？お色気担当がエリアルか。とりあえず、これで出展を揃ったけど、こんな早く揃っていいのかな？17歳です。おいおーい。そもそも、過去はミニスするってどこにあるのかなぁ。わかんないなぁ。気づいたらもうこんな時間だし。
はい、じゃあ、そうですね。20分ですね。じゃあ、一旦切りましょう。とりあえずですね、次回は、もう一回 5-4 の方からやりますっていうのも、そうですね、まあ簡単に言っちゃえば、ラピッドネスブルーの素の目的です。じゃあ、そうですね。一旦ここで切りたいと思います。では、音話の音を凝らせる、パート53かな入ってるの。今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。